皆さんこんにちは。今日は中国武漢を中心に感染が広がっているコロナウイルスから勃発した台湾タレント、日本でマスクを爆買いして武漢に送るという事件についてお話ししたいと思います。初めてこのチャンネルを見てくださる方もいらっしゃると思うのですが、私のチャンネルは日本の方もいらっしゃいますが、中華圏の方たちが多いので日本語で話している動画でも中国語字幕をつけています。今日はどれだけ多くの方に届くか分かりませんが、日本の方に伝えたいことがあり日本語で動画を撮っております。今回の台湾タレントが日本でマスクを1万枚購入し武漢に送る事件が日本で炎上し、たくさんの台湾に対する批判を見て胸が痛くなりました。日本もマスクが足りないという状況の中、これは許されない行為であると思います。ただ日本の方が憤慨されたのと同様に、台湾の方も非常に心を痛めており申し訳ない気持ちでいっぱいだという方がほとんどなのも事実です。私も台湾の方からたくさんのお声をいただきました。自分は生まれ育ちは日本で、台湾に来てから中国語を学び始めた日台ハーフのものですが、私も本当に心から日本の方に申し訳ないと思っております。ですがこれはあくまでも個人的行為だと認識していただきたいです。ご存知の方はご存知だと思うのですが、中国と台湾の関係は日本の方々が思うよりはるかに複雑で、とてもセンシティブな問題でもあります。この事件は日本と台湾の間からだけではなく、台湾と中国の関係をも悪化する残念な結果となってしまいました。台湾は日本文化に興味を持ち、日本語がわかる方もたくさんいらっしゃるので、ニュースから2チャンネルだって見ますし、歴史だったり日本に関するありとあらゆること、日本人より日本を知っている方がびっくりするほどたくさんいます。自分は台湾で教師をしており、よく台湾の方と接する機会があるのですが、逆に日本人の私たちが学ばされることもよくあります。また毎年台湾で行われるシェシェ台湾というチャリティーイベントで司会を2年担当させていただいたことがあるのですが、毎回思うのは台湾の方は本当に温かい方ばかりです。こういう残念な事件が起きてしまいましたが、このように日本に関心を持ち日本をとても好きでいてくれる台湾の方がたくさんいらっしゃることを忘れないでほしいです。これからも感謝の気持ちを忘れることなく良い関係を築けていけたらと思います。自分は大好きな日本と台湾のためにも微力ながらできることはないかという思いからこの YouTube チャンネルを始めたので、今日このような動画を撮っております。最近はこのコロナパニックを利用したフェイクニュースや信憑性のないものも世界各地で拡散され溢れているので、何を信じるのか、何を元に行動を取るのか、注意を払う必要があるのではないかと思います。最後に一刻も早く世界中のこの状況が良くなることを心から願っております。